サボイオペラ、サボイオペラ、サバイア・プリスは19世紀後期のビクトリア・アサ、イングランドで発展したコミックオペラの位置形式を指す。オペラ台本作家の W.S. ギルバートと作曲家のアーサー・サリバントのギルバートとサリバン組以下 G&S と表記がその元祖で最も成功した。サボイという名前はサボイ劇場に由来する工業種、 リチャード・ドイリー・カートが G&S の作品を上演するために建てた劇場で、後には他の作曲会コール台本作家チームの作品も上演された。しかし、G&S オペラ以外の作品のほとんどはレパートリーになるに至らず、サボイオペラという言葉はほぼ、ギルバートとサリアント同義語になってしまった。とはいえ、いずれの意味でもサボイオペラは、 現代のミュージカルの誕生に大きな影響を与えたものの一つであることに変わりない。ギルバート、サリバン、カート、それにビクトリア朝のイギリスの台本作家、作曲家、工業師たちを参照。さらに新聞、分断は大陸ヨーロッパのオペレッタと差別化し、いずれはオペレッタに代わってそう呼ばれることを願って、この種のオペラをコミックオペラと呼んだ。この時代以降、 G&S について書かれた出版物の多くは、こうしたオペラをコミックオペラかサボイオペラ、あるいは両方の名前で呼んでいる。しかし、ペンギンオペラガイズなど多くの音楽辞書、辞典はギルバートとサリバン作品をオペレッタに分類している。サボイ劇場のコケラ落とし、1881年10月10日はペーシェンスで、 厳密に言うとこれが最初のサボイオペラになる。以降、サボイ劇場で上演された G&S オペラを、で示した。しかし、サボイオペラという言葉は、通常、リチャード・ドイリー・カートのために作られたすべての G&S オペラを指す。追加されるものを、で示した。最初の G&S オペラは1871年のテスピスだが、 リチャード・ドイリー・カートともサボイ劇場とも関係がないので、普通はサボイオペラには含まれない。しかし、シリル・ロリンズアール・ジョン・ウィッツ、およびジェフリー・スミスは、テスピスをサボイオペラに含めている。それを、で示した。リチャード・ドイリー・カートは、G、G&S オペラと並行して、開幕劇、後術、あるいは、ギルバートとサリバンの作品が入った時の穴埋めに、 別の作曲会コール台本作家チームにもオペラを書かせてた。開幕劇を除けば、1881年10月10日のオープンから1891年6月20日のゴンドラのこぎてのラグビまでサボイ劇場で上演されたオペラは G&S オペラだけだった。しかし次の10年間の G&S の新作はたった2本、ユートピア株式会社と大抗しかなく、 その間カートは過去の G&S オペラを再演するか、別の台本作家とサリバンを組ませるか、全く別の作曲会コール台本作家チームに作品を作らせた。そのカートが1901年4月3日に亡くなった。もしカートかつサボイ劇場がサボイオペラと定義されるのであれば、最後のサボイオペラはペルシャのバラになる。 その間に上演されたものを A で示した。カートの死後、その妻ヘレンがサボイ劇場の運営に当たった。ヘレンは G&S オペラのリバイバルと並行して新作を上演した。ヘレンが上演した作品まで数に入れると最後のサボイオペラは A プリンセスオブケンジントンになり、ロリンズウィッツはこれを最後のサボイオペラとしている。 その間に上演された作品を B で示した。その後、1906年12月8日、G&S オペラの再演をしている時に、ギルバートが復帰し、ヘレンはサボイ劇場を手放した。1909年3月、チャールズ・ H ・ワークマンが劇場を引き継ぎ、新作を上演した。新作の中には、ギルバート大本のホラン・フェレスもあった。 ワークマンが上演した最後の作品は、ツーメリー・マナークスで、SJ アデアフィッツイコール・ジェラルドはこれを、最後のサボイオペラとしている。その間に上演された作品を、C で示した。フィッツイコール・ジェラルドが、ザ・ストーリー・オブ・ザ・サバイオペラを書いた1924年には、他の作品のこともまだ人々の記憶に残っていた。しかし時が過ぎ、その他の作曲会コール台本作家が作った。 どんなオペラが上演されたかは忘れられてしまった。サボイオペラという言葉は、ギルバートとサリバンの作品と同義語になって知った。サボイオペラは、新作を上演するとき、一本、ないし二本のコンパニオンピーセスを付け足した。本編が始まる前のものは、開幕劇、終わった後のものを、アフターピースと呼ばれる。次に挙げるものは、1909年までに、 サボイ劇場並びにオペラコミックで上演されたコンパニオンピーセスのリストである。他にもあったかもしれないし、正確な日付が不明なものもある。劇の上演期間に2本以上のコンパニオンピーセスを回転させるのが当時は一般的であったから日付は重なっている。なお、カートは巡業も行っていたので、コンパニオンピーセスの多くがサボイ劇場。 オペラコミック以外の場所でも上演されていた。おおよその日付、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。